はい、ではチーム A お願いします。どうぞ参りましょう。こんにちは。私たちのチームは机の配置を変えろということでプレゼンの方していきたいと思います。まず情報収集の方なんですけど、私たちアンケートを中心にさせてもらって、その中で一番多かったイライラポイントがおしゃべりしてないでどいてよという声でした。でそのおしゃべりしてないでどいてよという声がどうして多いのかなっていうのを考えたんですけど、まあ、多分いい席がないって思ってる、このいい席がないっていうのも 45.5% でめっちゃ多かったんですよ。でこれがまた引き起こされてる問題は何かなっていう考えた時に、席はあるけど友達と座れない、知らない人との横に座りたくない、あと荷物が邪魔で座れない、この3つが原因かなっていうふうに思いました。でこの問題を起こしている根本的な問題は何だって考えた時に、座席の配置が悪いっていう、もうズバリこれかなということで、3つの解決策を提示します。1つ目が、今なんかテーブルが6人席がなんか3つ4つ並んでグーってめっちゃパンパンになってると思うんですけど、それを4人席と2人席交互にするとグループで座りやすかったり、その知らない人と隣になるっていうのの抵抗感がちょっと減るかなって思いました。でまあもっと言うと2人席のみにするとなおのこといいかなっていうふうに思います。で2つ目がテーブルの上に仕切りをつけるっていうことなんですけど、1人でもちろん利用されている方も多いと思うので、そういう人たちが、6人テーブルの対角線上に座っちゃったら4人分の席がなんか座りにくいなって思ったりするかなって思ったので、それを防ぐのにテーブルの上の仕切りを提案します。で最後に、はい、荷物をカゴに置くことで座れない人が結構増えたりすると思うので、それを防ぐために荷物カゴを置くっていうのが1個の案と、もう1つがやっぱり注意喚起が大事かなって思うんですけど、この注意喚起も壁になんか椅子の上に置かないでくださいとか置いとってもなんかあんまり見てもらえないかなと思うので、もう椅子に荷物置いちゃやよっていうシールを置いて、ちょっと面白さも含めて注意喚起するといいんじゃないかなと思います。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみにいい席の定義って何ですか？友達と2人でおったとき、私の場合は一番隅っこで友達と真正面におって、はい、隣が誰もいないっていうのが私の中では、ある程度プライバシーが保たれてる感じ で、ね、こう座れるやつ、はい、あ、了解した。それってさっき44人に一応こうインタビューした結果のところで、はい、大体そのグループの数、1人で来てる人、2人で来てる人、3人で来てる人ってどのぐらいの割合って聞いてみますか？ごめんなさい、そこまではちょっと聞けてなかったです。あ、なるほどなるほど、はい、アンケートがね、こう44件聞いて、上の方のトップ3のところを聞いたんです、はい、これ全部、1人複数回答して、複数回答ありの回答の様子です。これとこすごくいい聞き方だと思っていて、で皆さんが要するに感じているところを聞き出しているの で多分これをもう少し深掘りしようとすると、多分今回皆さん提案している中でこの座席の問題って提案している人が多いんですけども、ポイントは今言ったみたいに全体の割合でどういう人が多いのか、そう1人利用が多いのか、2人利用が多いのか、3人利用が多いのかで、多分先ほどの席配置をどう変えるかというところに、ね、多分きれいに結びついて、でじゃあどういうふうに変えていけばいいのか、1人席をどれぐらい多くした方がいいのかというところの最初のそのパターンを決められると思うので、その割合が、ね、分かるというのはもっと良かったかと思います。はい、これちょっとやってみて、皆さんで逆に言うとここら辺がよく分からなかったってありました？なんか実はこのイライラポイントっていうのも他にも何個か聞いてて、その注文するまで、はい、注文会計まで、席着くまで、席着いた後っていう4つぐらいに分けたんですけど、広く取りすぎて情報がたくさんになってしまって、どこに注目しようっていう問題が、多分根本的な問題が違うのかな、一緒なのかなっていう、そこからもう分からなくなってしまったので、多分その時だと逆に言うと今の席の全体の状況を見てね、で列は長いんだけど一応全員座れているっていうシチュエーションもあるね、場合によってはね、逆に言うとその列の長さが逆に言うとバッファーになってくれて席全員座れてるっていうシチュエーションもあるし、列も長ければ席にも座るためのまた待ちも生じていて、で席が全然足りてないっていうシチュエーションもあるし、あと列が長いのに席がガラガラ
というシチュエーションもまず全体の方の状況を見てどこが多分一番そこの状況がひどそうだなっていうのは全体の観察した後でそこで絞り込むと割と本当の一番解決した方がいいところの絞り込みができるかもしれません。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、では2番手次はミスター研修 with boys です。でじゃあ3番目チームサピックスが準備してくださいね。はい、あでごめんなさいね、皆さんに言っておきますけど16チーム参加しているところの今日の発表を皆さんご覧になって今日最終レポートの指示出しますけども皆さんが各チームでやった活動内容かつ個々人でレポート変えてもらうと同時に今日の発表内容を見て他のチームを見てこれがいいと思ったところ、あこういうところも自分たちやってみればよかったところは最終レポート皆さん各自書いてもらいますので気になったところは皆さんメモっておいてください。はい、というところでじゃあ2番手いきましょう。ああボーイズです、よろしくお願いします。やっと注文の行列を抜けたと。でその後ピッ、ああこれありませんか、座る席がない、多分そんな経験あると思います。で聞いてみました、学習混雑時に、まあ、席に座れかなかった経験ありますかと、まあ、50人ぐらいに聞いたんですけど、まあ、約7割がイエスと答えてくれました。これはまずいと、僕たちで解決しなければならないとそう思いました。そこで、どうしてあんなに混んでるのか、現状分析してきました。僕たちが見つけたのは2つ、4人席6人席に、まあ、1人もしくは2人で座ってしまう、それと荷物がまあ置いてあって席を確保していてそこに座れないっていうのがまあ問題だと思いました。でこれをどう解決していくかということで僕たちが考えたのが、番号札制にしてしまうと、これピーチユニオンの2階の入り口付近なんですけども、そこで名前と学籍番号を書いていただいて、テーブル席の1番3番5番などを、まあ、対応する番号札を持っていただいて、まあ、そこの席に座っていただくと、まあ、これで4人席6人席に、まあ、4人6人のグループがちゃんと座ってもらえると、まあ、そこを合理化しようというシステムです。と、まあ、あともう一つは、まあ、先ほどもおっしゃってたんですけど荷物置き場を置きましょうと、こうすれば、まあ、そこに置かずにはいられませんよねという案を、考えました。他には、まあ、ポスター提示ピッチユニオン大変ですって貼っちゃうとか、まあ、この時間帯は大変混雑しますとか、まあ、そういったポスターがあると、まあ、スムーズな利用ができるのかなと思いました。他には、まあ、スピーディー席の設置、まあ、1人用のテーブル置いたり、まあ、この席はスピーディー席ですよと書いたものを置いておけば、まあ、素早い利用につながるかなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。先ほどのチームと同じで、座席の座る方法の工夫なんですけども、質問は列が長いその注文と最後生産するところまでのその待ちの長さと結局座席を座れないというところの長さとそれを比較して座席を待つ方が長いという結論でした。座席を待つ方がそうですね、まあ、ユーザーペインで僕たちが困ったのでそこを解決しようという感じです。先ほど質問で座れなかった経験ってあるそこのこの前の仮説はそのなんでそれがペインだというのはそっちの方が多い、どのぐらいの割合で多い、多さというよりは僕たちがそこを解決したいと思ったのでその問題に取り組みました。ああなるほど、はい、あ分かりました。ちなみにその時の座席の待ち時間ってどのぐらい、座席の待ち時間、その場合によると思うんですけど、まあうろちょろしてあ座れたっていう感じのイメージです。まあ、時間正確な時間はちょっとわからないですね。あなるほど、今回はまあ演習なので、まあ、皆さんこれで少しちょっと流れのプロセスをやってもらったんですけども実際にこれを本当の皆さん仕事の場とかでやる場合に必要なところというのは今言ったの仮説を置いた場合になぜその仮説を置いたという理由をねその自分がそうだからっていう話っていうのは説得力が少し弱くなってしまうんですね。でもう一つ今言ったみたいにこの混雑とか待ち時間というのは言葉で言葉は皆さん人によって定義違うんですよ実は。なのでそこら辺を目線を合わせるために例えばその待ったっていうのは具体的に一番多い待ち時間平均値を取ると中央値は3分でしたとかもしくはで
30秒の時には皆さんそんなあんまり待ったと思わないと。ところがある1分20秒というのを中央値を超えるとみんな不満だって言い始めるとかっていう、割とその数字で示すとものすごく説得力がやすいです。でそうするとあの最後に言ったあの番号札制で、であの座席をさらに有効活用するためにあの荷物を置き場置いて、でその結果じゃあどう変わったかって時に効果測定できるんですね。時間がちゃんと減ったかどうかという、あの感覚論ではなくて明らかにみんなこの待ち時間も減ったって、でその結果あの皆さん感じる感情としても、あ本当に混雑の時にイライラがなくなったなっていう話がつながっていくので、多分そこの方のこの数字でこうデータを取るという形をやるとより良い工夫になると思います。なるほど、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では次チームサピックスお願いします。でその次は岡山マリノスさん、最前列の方にお願いします。こんにちは。僕たちチームサピックスは、学食革命立ち食い席の導入ということで、まあ、立ち食い席を導入するという案を、まあ、考えました。まずピーチとかマスカットとかの、食堂でインタビューをして問題点出た問題点として、まずミールカードの余ったお金がもったいない、でまあ、食器返却口の匂いや虫が気になる、で日替わりメニューが値上げされた、で学食までの距離が遠いと、まあ、学部とかによってはそうなりますよね。 で、まあ、僕らがまあ今回の論点として、まあ、非常に混雑していると、まあ、昼間とかやっぱり人数が多いんでこうなりがちですね。でその原因として、まあ、その何かなって考えた時に提供に時間がかかる、まあ、これ特に麺類らしいんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、で座席数が少ないと、まあ、その人数に対してその座席数が少ない場合があるということですね。で食事に時間がかかる、まあ、これはそうですね、友達とかで話したりすると、まあ、多少は時間かかったりすると思うんでそういうことです。で、まあ、この座席数が少ないに対してはその座席を増やすという案が対処法があると思います。で食事に時間がかかるっていうのは、まあ、その友達と話す時間を減らせとかいうのはちょっと難しいと思うんで、他のところで回転率を上げることで対策をするということを考えました。でその解決策として低コストで実施可能で回転率が上がるようにして、で座席数を増加するっていうこの3つを兼ね備えたものとして立ち食い席の設置というものを考えました。これは駅とかに、まあ、よく見ると思うんですけど、その立って食べれるので、その、まあ、座っているよりもやっぱすぐに出ていこうっていう感じで出れると思うんですよ。で、まあ、座席もその普通にあの立ち食い席として増やせますし、で、まあ、台があったら、まあ、極論できるんで低コストで実施可能だと思うんでこれを考えました。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最初にあのいろんな問題のところで、で、非常に混雑しているっていうところが、まあ、最大の問題だっていうふうにやったんですけども、はい、でそれが最大の問題だって選んだ理由は？理由ですか、うん、でもそこがまあ論点そうやな、まあ、そこを解決するのが議題だったんで、ああそのためにあの他の問題もあるけどもこれが一番問題だというあのイントロもできた、まあ、そうですね、ちょっと、まあ、多分あのごめんなさいね、まあ、今回お題がもともと混雑の問題よっていう話出してるので、あのもうそこからスタートしてよかったんですけども、あのなのであの
あそこの多分イントロはねいらないですきっとおそらく、はい、まあ、プレゼンの話でね、はいはい、でその時にあの次の話でその混雑の定義のところはあの座席数が少ないという話とその食事に時間がかかりすぎるって言ったんですけど、あの先ほどの、まあ、一般目の方から皆さん申し上げたんですけども、はい、時間は具体的に時間ですか、うん、要するに座席数少ないって総席数何席の時に全部埋まるのってどのぐらいの率がありました、まあ、きちっとしたデータじゃなくても大体その埋まってる時間帯がどのぐらいあるんですか、それとも空いてる席があんなに座ってないんですか皆さん、それともそれで皆さん座席座るまでに何分かかってるのか、あというのは調べてみた、いや調査不足ですね、ポイントはこういったあの現地調査っていう形の時というのは人間主観的にどうしても現場を見てしまうので、後で自分が見落としているところもあったりもするんですよね。なのでそれを防ぐためにどうしたらいいかというと必ずデータを取らないといけないんですよ。でその時に例えば今回座席って話を皆さん取られてるチームが結構多いんですけども、そうするとそもそもピーチとかなんかに座席数は何席あるのかと、テーブル数いくつかあるのかと、その後に次の問題がどのぐらい空き席があるのかないのか、あるのに待ってる人は何かが問題なんですよきっとね。先ほど言ったみたいなこうなんとなくそこ座りたくないとかいろんな理由があったりとか、あと座れない荷物を置いたりとか、まあ、いろんな理由があったりするし、あとそうじゃなくて全部満席で列あるってことはもう完全にもうキャパオーバーなんですよね。っていうのは数字でちょっと見てみないとね分からない問題があるんですよ。なのでぜひはそこは数字をちょっと見た方がいいというのと、回転率を上げるっていった理由を選んだ理由はその食事にかかるんです。その回転率を上げる要するに時間を短くしたかったってことですよね。それを立ち食い席で持ってくるっていう話だけど、そうすると4人掛けの席とか2人掛けの席は多分解決策にならないけど、それで OK？ 立ち食い席は増やすんで、 はい、そこになんていうんですかね、1人とかで行く人とかはやっぱ早くなるじゃないですか、はい、そこは1人はね、もしそういう形で仮説を立てる場合には、はい、全体の利用者の例えば1人利用の人は例えば6割とかかなりの率を占めていて、で彼らが結局座れないという率が一番最も高かったというんだったら多分最も有効な策になる可能性があるんですよね、はい、でそうじゃなくて2人とか3人のグループが来ていて、グループで座れないから結局みんな席探してうろうろというのだったら解決策にならない可能性もあるんですよね、うん、っていうところなので、そこも逆に言うと全体として割合がどのくらいかというのはデータを取るともう少しいい分析ができるかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では次ですね、岡山マリノスですよね。でその次のチームがサイコロ、サイコロのチーム最前列お願いします。では発表を始めます。私たちの問題策の解決案としての名前はメニューの分割です。まず問題点として、食堂の混雑についてどのような点が一番問題ですかっていうアンケートを30名に行ったところ、8割以上の方が待ち時間が長いという回答になったのでなったのですが、その原因として注文から受け取りまでに時間がかかるということと、それによってできる行列によって人の流れが遮られてしまうためにさらに待ち時間が長くなってしまうということがあります。その解決策としてメニューの分割というものを考えました。例えば、2階と3階で安定して人気のメニューを分けるというものです。例えば、麺類とか、定食、トリポンなどの定食は限定メニューに左右されずに年間を通して人気があるので2階と3階で分けてしまうというものです。で分ける時間帯としては11時から14時までの最も混雑する間のみです。それ以外の時間は、単一フロアでも営業になるので、なんか分けてしまっていると食べれないメニューが出てきてしまったりするためです。この解決策のメリットとしては案の実行に費用が一切かからないので実現可能性が高いということ、
そして従業員の作業効率が上がるので待ち時間が減るということです。で、本案のデメリットなんですが、認知までに時間がかかってしまうので即効性が欠けてしまいます。これの解消方法として、案の実行を事前に岡大臣メールで知らせたり掲示を貼ったりしてみんなに振動させてから実行するというものを考えました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ほとんど2分間多分かなり練習されたと思いますけど、ありがとうございました。今回16チームあった中で多分ですね、かなりユニークな提案で、メニューの分割って提案されたのは多分チームこのマリノさんだけなんですけども、逆に言うと今先ほどの提案のあった注文してから受け取るまでの時間って大体何分ぐらいで、数えてない、特にメニューにもよるんですけど、トリポンだったら2分くらい、2分ずっとそこで待ってないといけない、上げるタイミングの上げるタイミングにもよるんですよ、はい、例えば上げたものが切れて待つんだったら2分ぐらいで、はいはい、本当に待たない時だったらもう10秒も待たないです。ばらつきは結構あるんですね。はい、トリポンしか麺とかどんとそこら辺とかが今ごちゃになって同じフロアでやっちゃってるという、はい、ああなるほどなるほど、でそこがクロスしてるという状態で、はい、大体数えてしてみました、試しにどのぐらいの比率で皆さん頼んでるのか、麺の比率、麺を頼むか定食を比率、そうそうそう、要するに麺丼と他のその他の定食メニューと大体どのぐらいの比率みたいな、数えてはないですね。ああ分かりました。多分これ着眼点はすごく面白かったと思うんですね。で全体今回混雑で捉えるときに、その席が取れないという混雑のパターンと今みたいに注文のところの混雑のパターン、まあ、どちらを選ぶかって話なんですけど、多分もっとこれを少し深掘りしようとするんであれば、もともと先ほど皆さん繰り返し言ってますけど、席の待ち時間とこっちの注文時間で実際どのぐらいやってるかっていうのはちょっと全員を正確に測る必要はないので、少しサンプリング程度で大体どのぐらいかというと、1人の人の動きずっと眺めながら何分かっていうのかなっていうのを測った方がいいっていう話が一つ、そうすると説得力を持つんですよね。実際どっちが最初に解決した方がいいのかっていうのは意外と席の方かもしれないです、場合によっては。で2つ目の方は今見たの麺とドーナツ、と定食のやつについても、大体どのぐらいそのばらつきがあるとしても中央値としてどのぐらいかっていうのをやると、逆に言うとおそらく厨房の方々、学食の運営している方々の方が逆に言うと直感的に理解しやすい、あ確かにそうだっていう話で、で今の話もう皆さんのチームの問題ではないんですけどね、お金多分かからないって話なんですけど、おそらくちょっとコメントですけど、厨房設備って一応基本的にいろいろと材料とかも置いてあるので、時間でメニューを完全に切り替えるっていうのは結構楽そうで大変だったりもすると思うので、そこはね皆さんちょっと相談する必要があるっていうのが一点と、ですごいいい提案だったのは最後のところで事前周知のところで、あれをもう一歩追加するとすれば、これをもしやるときに一番少ないとき、逆に言うと利用者数がね、休みの期間とかっていうときに試しにトライアル的にやってみて、どのぐらいそこについて注文から配膳までの時間にどのぐらい短縮できるのかっていうのを、まあ、一回実際にやってみてもらうっていうのがやるといいのかもしれません。そこの最後のところのデメリットについての考慮というところはいいポイントだと思います。はい、ありがとうございました。では次サイコロさんですね。その次が芋けんぴさん、前の方にどうぞ。僕らは、猿でも分かる並び方と時間割というタイトルになったんですけど、ちょっと口が悪くて申し訳ございません。これうちの班に大阪府民がいまして、大阪府民は口が悪いということで次いきます。いやまず、まあ、ちょっと見てやってくださいと。いや問題点を僕らは考えたときに、まずあんまり食堂を利用しない班員がだったんで、インタビューをしたですね、するとやっぱ昼に混雑がすごいっていうのと、でそれに列がちゃんと形成されてないからじゃないかっていうのがインタビューで言われたんで、まあ、そこを中心に見ることにしました。でこれ写真ご覧ください。外
すっごい混雑するんですよ。あの僕らが見たインタビューした時に行った時はこうやって列、外は混んでてもう列が形成されてないから、なんかこう進んでいいんか進んじゃダメなんかみたいな、そういう混雑の仕方をしていると。でも中は結構空いてるっていうのが僕ら調べた、あとは聞いた中ではあったんで、外だけ混雑して、で中は結構空いてて、あとは席が座れないとかあるんですけど、その渡すところはスムーズだと。でじゃあその改善案ですは、まずまあ根本的にその人がやっぱ集まっちゃったらもう解決しようがないので、昼休みの時間に差をつけちゃいましょうっていうのがまず一つ目なんで、まあ結構これ教授によって分かれてると思うんですけど、3と4の間に昼休み入れる教授と3、4、いやまとめてやっちゃって、で多分 A の方が多いから、多分 A の時間帯で結構多いんですけど、そこをまあちょっと大学にお願いして、まあみんなで共通してやってもらいましょうっていうのがまず一つ目の改善案です。で二つ目は、綺麗な列を作るために線を引きましょうって。だこれがやっぱ簡単だから、簡単でかつまあ効果的じゃないかと。だからまああの先ほどのタイトルのような猿でもわかるやろとなっちゃいました。でこう通路と食堂内の床に線を引いて、ちゃんとみんなが進めるようにあの指示していきましょうっていう、それが僕らの改善案です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと先ほどのマリノスさんのチームと対照的でちょっと面白いなと思ったんですけど、先ほどは逆に言うと注文から配線に時間かかったって話で、またそこをスポーツだったのはなんで、あこれはいつやりました。これは、普通に何曜日の、これ何曜日だったかな、火曜日、火曜日の時間が、時間がだいたい1時過ぎぐらい、1時過ぎぐらいかな、だいたいあのさっきの 3,4 時間目終わったぐらいの後ぐらいの時間ですね。あなるほど。でそれが先ほど外で待ってる状態があって、中は空いてるという、中は空いてて、外から見たら混沌かなって思ったけど、中はそうでもないみたいな。あなるほど。でそれで時間分割っていうか時間割分割を持ってきた理由は、まあ、インタビューをした時に、やっぱそのどうしてもこう中に人が溢れちゃったらもう座れないっていうのはもう解決しようがない問題、やっぱ人なんかその建物は限られてるし、はい、そこを簡単に解決しようと思ったらやっぱりもうそこは合わせてもらって、教授とかにその持ちかけて人数を割らんとダメなんじゃないかなっていうのが一つ目の改善案で。中に人は溢れてたこの時。そうですね、聞いた話ですね。僕らの時はそんな中は混雑してないって感じたんですけど、インタビューした感じだったらその時間帯によってはやっぱ座れない時があるから、じゃあその時は中だからやっぱ人は分散させるためにはやっぱりそこの休憩の取り方をやっぱり共通して取った方がいいんじゃないか。あということは要するに基本的にある時間帯に集中してキャパシティがオーバーするから、それをもっと平準化した方がいいという話ですよね。ちょっと何曜日が混雑するとかちょっとあんまりちょっと調べてないです。あなるほど、はい、でそれの後にあの列 の, そのテープを引いて、はい、その誘導導線を、はい、というのと今の話はどうつながるのか。あつながってはないです。その別だからその人そうです、ね、外に並んでて混雑しちゃうっていうのが僕らの一つ目の問題点 で,、はい、あでもう一つの問題点がその人が溢れちゃうっていうのはちょっと簡単ではあるんですけど、その人を分けるというのが、まあ、そっちの改善で、でその僕らが、まあ、もう一つの提案は外に溢れてる人をあのちゃんと混雑っていうかそのスムーズに中に入ってって誘導していきましょうっていう話なんで、それが二つ目の列線を作るっていう。二つ目の線のは具体的に言うとどこが一番要するにぶつかってる、入り口なんですよ。そのお盆を取っていくっていう、うん、その入り口のとこが混雑しちゃうんで、だそこをで結構一人で来ている人とあとグループで来ている人と、はい、そういうとこの差でなんかこう混雑しちゃうっていうか、だからちゃんとこう、まあ、1列ないし2列のこう線を下に引いてでこう並んでねみたいな作ろうっていう。あ導線の問題なくて単なるそこの棒を取るとこの列のラインを作ればいいってことかな。と中もそうですね、中もあのだから
何ですかね、こう、うん、みんなこうこう動いちゃうんですよね、そのあっちを取るあっちを取るみたいな。ああ、そう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 、そこが多分ポイントなんですよ。 そこを整理しましょう。あ、そうなので、あの今まさに言ってるところがね、あの実際にあの問題だと思った時に、あの多分直感的にこれが問題でこれでこうすればいいだろうっていうのは多分皆さんこうね A は B ってピッてこうくっつけたがあるんだけど、ちょっとそれは置いといて、今みたいにそのサッカーの方で列外待ってるの長いのになんでこの配膳のとこ空いてんだろうって時に、で何かそこで何かちょっとおかしなとこ見つけたら、おかしなところは結論はちょっと置いといて、ずっと丹念にね皆さんの動き見るんですよ。先ほどのチームみたいにその麺をやってるところ、例えば短いとか定食長いとか、定食の時に何かが出てくるの一品遅いから待ってるとか、逆に言うとこっちにデザートこっち行って麺の方行ってこっち行って何か行ったり来たりしてるのがこれで3回起きるとかっていうのだけ、ただ事実だけずっとかけていくと、あの今言ったその動線のテープの貼り方っていうところ一本だけ貼ればいいのか、それとも実はそのメニューごとに色を変えなきゃいけないかとか、多分いろんなバリエーション出てくるはずなんですよね。とかもしくはもうそんなテープいらなくて、単純に向こうの配膳の場所を変えるだけでいいかもしれないです、場合によっては。なので多分そこはもう少しあの実際の関節ところをやった方がいいというのと、あのもしこういった形を本当にね、あの実際 あのフィールドサーベイで何か問題を探そうといった時には、先ほども言ったあの1日だけってやると、ある特定の事象だけ目に入っちゃうこともあるんですよ。その日の火曜日の例えば1時半だけって言ったら、であと伝聞の形でね、まあ、インタビューなんだけれども、そのインタビューをやってる人たちもほらその人がたまたま混んでたかもしれないし、なのでそうするとできるだけあの全体の状況を正しくつかむためには、ちゃんと時間をちゃんと記録した上で、違う時間帯と曜日も変えながらどういうふうな週単位で変化があるのかな、で実際の時こうやってもっと長く結構取ったりするんですね、データのこうやって、で実際にあの一番よく知ってるのはお店というか学食の人たちなので、実は、ね、学食の人たちが一番分かってたりするんです。大体いつもどのぐらい混んでるのかと、何が一番やばそうなのかというところですね、聞くとより正確な情報を得られるかと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。では芋けんぴさんで、次が7番目でモモですかね。どうぞ。それでは僕らチーム芋けんぴの発表を始めたいと思います。その皆さんもおそらく昼休み昼食混んでいてストレスたまることって多いと思うんです。それではまずその混雑の原因というものを分析してみました。一つ目です。3枚の写真をご覧ください。明らかにこれを同じ時間同じ混み時間のピーチユニオンを回数ごとに撮影したものです。2階が珍しいポケモンでもいるのかと思うくらいめちゃくちゃ混んでいることがわかります。このように同じ場所への偏りが一つの混雑の原因かと思われます。二つ目です。これちょっとあのスライド制作に問題があるんですけれども、この現金の方だけを注目してください。この右の方が現金でしか、この右の方が電子マネーで奥の方が現金になっています。現金の方混んでいることが分かります。写真では伝わりにくいかもしれませんが、後ろがだいぶ混み合っていて電子マネースムーズに進んでいます。これなんで動画で撮影しなかったんだろうとちょっと後悔しています。それではこれをどう解決するのか、そこで考えたのが食堂ガイド作戦です。その作戦内容を説明します。食堂前にガイドを設置します。主に混雑時に起きます。そこで例えばやってきた客を誘導し、うまい具合に客を分散させます。そしてレジでの現金の支払いを止めるために、皆さんがその原子マネーのためのものを学生証等を持っているとは限りませんので、現金のみ学生証なしの方には仮カードを渡し、そして下の機械でお金をチャージしてもらいます。そこでレジを支払いを電子マネーに統一化させるということです。このような結果でどうなるのかと期待できる成果は、客の一極集中がなくなります。つまり皆さんがスムーズに行くことにより、例えば授業に時間がギリギリで間に合わないというようなトラブルが避けられます。また支払いがスムーズに進むので客の流れが滞りません。つまりストレスのないランチタイムをみんなが遅れるということになるのです。ご清聴ありがとうございました。
大変スムーズなプレゼンありがとうございました。2点ありまして、で1点がですね、まあ、面白い指摘だったんですけれども、いわゆる、まあ、一極集中なくすという話と、で混雑というところが結局レジのところで発生しているというお話だったんですが、ちょっとまあ細かい話で恐縮なんですけどね、先ほど2回3回4回で全然違うという話があったじゃないですか。どのぐらい利用者数に差があります？そうですね、4回がかなりスカスカですね。かなり多分値段が高いということもあると思うんですけれども、やはりみんな2階、特に2階ですね、2階と3階がそこまで差がないんですけど、4階がスカスカすぎますね。ああ、だからメニューが全然違うんですよね、基本的に。メニューが違います、値段も、なんていう、4階がちょっと高級といいますか、量より質を重視しているところが分かりやすいです、ありがとうございます。出た時に今言った最後の提案のところでのガイドを送った時に行きますそこはガイドさんの腕ですか？腕で。ちなみに3階2階で注文したやつ4階に持って食べるっていうケースはないと思っていいですか？そうですね、それはちょっと思い浮かばなかったんですけれども、でもその4階にしかないメニュー、それから4階がちょっと違うので、それをしたいという方もいると思うので、そこはちょっとそういう人のためを考えて、その4階が厳しいのは特にミールカードを使っている人にとって厳しいので、例えば普通のお客さんなんかはやはり4階のちょっといいメニューを食べたいと思う時もあると思うんですよ。そういう人のためにはやっぱり残した方がいいのかなというのが考えです。これも先ほどと同じなんですけど、多分2階3階4階というのは、まあ、理想はかなりずっと2週間とか1ヶ月とか細かいデータを普通取っていくんですけども、まあ、少なくともある1日サンプリングをしてみてですね、大体ある例えば一番ピークの時間帯、まあ、空いてる時間は別に問題ないので、要は待ちが発生している時にどのぐらい比率、例えばもう7割 2.5 割でも 0.5 割なのかそれ以下なのかという形で極端にその列車をですね、どのぐらいの率ができているのかという時に、でこれをもっと本当に正確にやろうとすると、実際の実数とあと収容人数の差がどのぐらい生じているかというのはもっと時間的に細かく追っかけたりもしますので、そこら辺の定量値が出るととっても皆さん説得力が出るお話になると思います。でさらにですね、先ほど言ったレジの話って、あれって実際に本当に飲食店の現場ってあれは問題になるんですけれども、特にいわゆる切符とか、あとイベントの最初の入場の確認もあれよく問題になるんですが、要は1人当たりどのぐらい時間かかっているのか、その現金とあといわゆるミールカードでやってる場合、時間が大体1人当たりの処理時間がどのぐらいで、で大体何分間、1分間にどのぐらい何にさばけるかっていうのがちゃんとできればストップウォッチまでとは言いませんけど測ってるとベストです。そうすると本当に改善として、こんなに人がさばけるようになりますよっていう具体性を持つか説得力を持つので、その方が分かりやすくなると思います。でちなみに先ほどずっと各班の発表してると、テーブルに座れないで混んでるっていう話と列の方でというと、今回列の方でと思ったのは時間的にいつ頃行ってそう思いました、逆に言うとインタビューの結果で、それとも何か見た時にそっちの方が長いというふうに感じて。そうですね、その混雑の原因でもう完全にこれは自分たちの経験則で、列でならその席の座るにおいてと並ぶにおいて、まあストレスのないランチタイムと先ほど述べたように、どっちがやはりその混んでたとしてもみんなが楽しくできれば一応解決、大雑把にざっくりと解決になるので、ストレスがたまる方といったらやっぱり並んでる時だと、だから列の方を僕らは重視しました。あ、それは主観的に選んだって話ですね。経験則です。経験則で。あ、それなんかちなみにインタビューとかせずに。僕らはインタビューしています。すいません。せずに。あ、わかりました。はい、そこも多分実際にこれを本当に問題解決しようとすれば、多分皆さんのそのグループとして今そういうふうに感じたってなるんですけども、それが全体のこういう正規分布なのかどうか分からないんですが、といったときに偏ってる可能性もあるんですね、場合によってはね。なのでそこを確かめる上でもインタビューはサンプリングで時間を変えながら、ずっとあと曜日も変えながら、その利用者が違う人になるようにしてインタビューをやって、で裏付けを取った方がより説得力は持つと思います。ただまあ皆さんがそういうふうに感じたというところは、それを別にやったというのは、はい、理解できました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次モモですね。でその次がエコノミクス8番目です。でエコノミクス8番目が終わったら休憩を取ります。
はい、僕たちの班は導線テープでストレス軽減大作戦ということでプレゼンをさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕たちが、挙げた岡大食堂の問題点として一番大きなものとして挙げたのが昼食時に非常に混雑するということです。ここからここを軸に考えて僕たちは入り口からレジの間で、混雑の原因を考えたときに注文とレジの列が長くなることと、レジの方から、また注文の列の方に向かう、つまり入り口の方に逆流してくる人がいるので非常に、僕たちから入り口の方から見てレジの方に通りづらいという問題があります。これらの問題点から注文する場所の人の流れを良くすれば混みにくくなって回転率が上がるのではないかというふうに考えました。そこで僕たちが考えた解決策が導線テープを床に貼るというものです。こちらマスカットをモデルに導線テープを貼った食堂のレイアウトモデルを作ってみました。少し見づらくなってしまっているんですが、青の線が矢印通る場所、黄色が仕切りで、ここに雲でウェイトって書いてあります。待つ場所ですね。つまり青の矢印に沿って注文しに行ってウェイトで待って受け取ってまた矢印に沿ってレジに向かうというシンプルな形になっています。期待される結果としては並ぶ場所がさっき見てもらったように非常に今まであやふややったものが非常にはっきりするのでぶつかり合いと割り込みが減ってさらに並ぶ列も間違いなくなります。なので並ぶ僕たちのストレスが非常に軽減されると僕たちは考えました。実際にこの案は東京工業大学でもの食堂でも使われていて半年に1回このテープを貼り替えて試行錯誤を重ねているそうです。まとめ、導線テープ一つでみんなハッピーというって書いてありますが、導線テープ一つと書いてあるように僕たちの案はとてもシンプルかつ実用性があるものと考えています。僕たちの案で岡大食堂の利用生の皆さんがより、快適に食堂を利用できるようになることを心から願っています。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱり皆さん今大体対別すると座席の方の話とこちらの注文の方の列の混雑の方の話と2つやってるんですけども、まあ全チーム先ほどから聞いてるんですけども、こっちの方列の方の混雑が大きいと感じてるのはどのぐらい、その座席よりも明らかにこっちの待ち時間が圧倒的に多いという理解でいいですか？座席はもう基本的に問題ない、座れる。圧倒的に違いがあるというよりかはそのまず問題点を二分してその席の方を考えるのか列の方を考えるのかと僕たちの中で分けて今回は列の方を解決しようというふうに考えました。あ、了解です。はい、分かりました。で次にですね、こちらの導線テープの話なんですけれども、はい、多分これすごく視点はいいんですけどもね、視点はいいんですけども、これを実際に皆さんに多分説明するときに、まあ、先ほどのチームをポロッと先ほどの1個前のチーム言ってましたけども、多分動画で出した方が多分最も説得力がある。はいはいはい、これからもしやろうとすればね、はい、実際にこの本当に錯綜しているところ、先ほど逆流しているところがあったじゃないですか。で実際にこれを本当導線テープどう引いた方がいいのかっていうのを見るときには一般的なやり方でいうと動画撮った後で、早回ししてやるんですね。意外と早回しすると人の動きって3倍速と4倍速6倍速やると人の動線がスーッと見えるんですよ。線的にでやるので、そうすると皆さんもしバイトしてるとかなんかあればですね、どっかでカメラを置いてで2時間の動きを、ね、6倍速なんかずーっと回してるとかなり人の動きを見ます。何がどこでね耐えるで必ず人の止まるとこだけで、ね、ガチって人が止まるんですよ。どんなにその高速で早回ししても、なので明らかにそこだけなんかおかしな流れが起きてるっていうのが分かりやすいので、それやると心の中で一番どこが一番詰まってるのかなというのと、先ほど言ったの逆流が何で起きてるのかなというのは割と目で見て分かりやすくなるので、そういった形を分析するともっといいかもしれません。はい、で先ほどの導線テープのところ、実際他のところでもね皆さんいろいろやってるんですけども、あともう一つこれもう一個踏み込んで考えるとすれば、場所、今のある配置、配膳の注文の場所と配膳の場所そのものもどこまで変えられるかというものでありますけど、今みたいなところで動画の方で撮影した後で場所すらもちょっと変えてみる、そのレジではなくて丼とかっていうことですか。その細かい話ですけどね、その注文するところでも向こうの置いているその丼の置く場所からね、そのお皿の置く場所からいろいろ始まって、実はそこ1個変えるだけでガラリと列が変わる時もあります。それは今言ったみたいに動画撮ってみると意外と分かりやすいんです。
後ろの方で見てると、あのおばさんたちとおじさんたちがこうやってる時に向こうでも動線が錯綜してて、結果的に先ほど言ってみたこう波がある注文さばくのに、うん、時の原因の一つが実は料理のタイミングじゃなくて場所の置き方の問題っていう可能性もあるので、うん、というところも見えるかもしれません。その僕たちが考える時にそこも実際に見てみたんですけど、動画を撮るっていうことはしなかったんですけど、僕たちの範囲でそこを実際に視察してじっと見て、はい、思ったことを話し合ったりしてたんですけれど、ええ、その時にあの何やろう、例えばハンバーグとかそういうサラモンは入り口の方に置いてあって、はい、丼とかその何やろう小物とか、はい、とかそういうものは手前に置いてあるっていう配置やったので、その子は何て言うんかな、もし人気じゃないメニューが入り口側で人気のメニューがレジ側やったとしたら、また余計に逆流がひどくなるかもしれないなっていうふうに考えて、 その配置自体は今一番合理化されてこの状態に置いてあるんかなっていうふうに僕たちは勝手に仮定しちゃったんですけれど、はい、では OK です、はい、はい、参考にします。はい、はい、ぜひあのまた逆に言うと今度こういった形のプロセス的には少しちょっと特に動線に関しての分析はあの動画でやってみた方がより皆さんの、はい、研究の方の分析に助けになると思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。では行きましょう。前半最後、エコノミクスですね。チームエコノミクスです。岡山大学の学食問題について発表します。私たちが考えた学食の現状についてです。この写真は両方とも12時半ごろに撮られたものなんですけど、左の写真からはちょっと分かりにくいんですけど、丼類と麺類によく人が集まっていて、で商品を注文するための列と注文してから受け取るための列で主に混雑っていうか列が長くなってしまっていることが分かります。で席もほとんど満席になってしまっている状況でした。私たちは、課題は回転率が悪いことだというふうに考えました。その回転率が悪いことといってもいろいろあると思うんですけど、商品を注文してからレジに行って購入するまでの回転率が悪いことが課題だと思いました。で、その回転率が悪いというのはいろんな列が長くなってしまっているんですけど、その列を3種類だと考えていて、2つ、商品を注文するための列と注文してから受け取るまでの列で、レジで購入するための列というふうに3種類の列が課題だと思いました。で、2つ、先に述べた2つの列は主に丼類や麺類について長くなっていってしまっているなというふうに考えました。で、レジで購入する際に列が長くなっていってしまっているのは、先ほども出たんですけど、現金とミールカードで支払う人がこう違っていて、特に現金で支払う人の取られる時間が長くなって列が長くなっているというふうに考えました。私たちが考えた解決策はアプリを、作ることです。このアプリには2つの役割があります。まず混雑状況をリアルタイムで利用者にお知らせするというものです。このキャンパス内には4つの学食があるんですが、このアプリを使って混雑状況を利用者が知ることで、その4つの食堂に利用者が分散するようになればなと思っています。でもう一つは、これは丼類と麺類に関してなんですけど、事前に注文してバーコードを使って支払いをすることを考えています。丼類と麺類は注文してから作ってくれているので、そこに時間がかかると思っていて、事前に注文していればまとめて作ることができるので、より早くなるんではないかなと思っています。
でまたバーコードを使って支払うことでもう現金で支払うのをなしにしようと思います。はい、すみません。時間を一歩延ばしてるので、はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、問題は結局、こちらで今度中々がリアルタイムのお知らせっていう話と、事前に注文してた話なんですけども、座席の方が足りないってことが問題なんですかね。それとも注文時の方の列が長いのが問題です。先ほどのチームはまあ、どちらかというときに列が長いことが問題だってことを言ったんですけども、そういうふうな注文時の、はい、話です。そうすると先ほど4つの食堂のピーク使用率っていうのは4つの食堂全部どのぐらいのばらつきなんですか。すみません、そこまでは調べてないです。あ、なんで今それ聞いたかというとね、混雑状況をリアルタイムでお知らせしたときにこれやって期待できる効果って2つあって、一般的には今混んでるから時間ずらしていこうって、ずらしていける人たちはねずらしていけるんだけど、もうそうじゃない場合、残念ながら岡山大学の場合皆さんお昼休み時間決まってるから同じ時間にどうしてもピークアワーは集中しちゃうんですよね。たときに他に空きがあるんだったらいけるんだけど、他も空いてなかったら結果的に解決策にならないので、もしこれを解決策だと考えるのであれば、他にある選択肢4つ、それぞれの混雑状況に違いがあるということが確認しておかないと、多分解決策にならないという可能性があります。はい、で先ほどもずっと今回前半の方の7チームの皆さん、他のチームの皆さんもちょっとお話をしたいんですけども、でその注文の列のお話で、バーコード出た話なんですけども、大体どのぐらい皆さん待ってるっていうのをちょっと時間計ってみました。測ってないです。でおそらくどうしても皆さん少しでもこうパンパンパンとこうなんか瞬間でこう処理していくのだったらこう皆さんスムーズに流れていってますけど、1人でも3人でも待った瞬間みんな待ってるっていうの、これ待ってるっていうのは皆さんこう主観なんですよね。でこれがね短いか長いかっていうところものすごく主観に左右されてしまっていて、実際5分待たされても全然待ったと思わない人がいるんですよ。この間も皆さん紹介したディズニーランドのうまくできた列とかですね、明らかに人間って次の予測ができるとき確実にこれ5秒ごとにとか進んでるとなるとね、皆さんあんまり待ってると思わないです、実は。まあ、待ってるのに。じゃなくて、皆さん多分皆さん感じたと思うんですけど、今回調査して、列がぐちゃぐちゃで、かつ一人当たりの所持時間がみんなバラバラだと、一旦次進むのか進まないかって皆さん読めなくなるじゃないですか。こうするとストレスが溜まって、たった1分待っただけでものすごく長く待ったと思っちゃうんですよ。人間って不思議な時計の時間感覚を持っているので、そういった時に実際にどのぐらいその事前に注文してっていう話もあったんですけども、これを多分やる前に実際その注文のその時間で待っているっていう時間がどのぐらいの時間で、でそれで皆さんそれで待ったと思ったのか思ってないのか、でなんでそう思ったのかっていうのは逆に言うと聞くと実際の問題の深掘りになっていくかと思います。なのでパッと見た目ではこう感覚的に混雑してるって、実際にここら辺が混雑してるからこういう形っていう話のもう一個前に、なんでそういう状況になってるかっていうのを少しもう一個掘り下げて、でそこを多分データとして取っていくと非常に皆さんなんか全然違う解決策を見つけるかもしれないので、もし次こういうことをやるときには逆に言うとそういったところのもうちょっと深掘りというところをやってみていいかもしれません。はい、ありがとうございます。はい、これで前半8チーム終わりましたので、後半9チーム目がお腹すいたで、10チーム目がアホになります。今時間が5時ちょうど20分ですので、5時半から再開しますのでお願いします。お疲れ様でした。はい、それでは8限目後半に入ります。後半9番目のチームお腹すいたで、10番目のチームがアホで、10番目のチームは前の方で待機しておいてください。お願いします。はい、大丈夫です。これをこのままやっちゃえば、これでここのボタンを押しちゃうと、はい、あ、こっち行くと戻ります。どっち行くと、あ、こっち下に行くと、あ、はい、もう戻さないので大丈夫です。はい、ありがとうございます喋っていいですか。はい、食堂の混雑問題を解決するです。ちょっとチーム名見にくくてすいません。チーム名お腹すいたです。問題点は、私たちは、席はあるけど座れないっていうのが問題だと思いました。例えばそこの4つ真ん中に4つ空いちゃうっていうのが多分一番多くて、その
4つ真ん中に空いちゃうとどこに座っても誰かの隣に座らなきゃいけないからこうめちゃくちゃ座りにくいっていうので、空いてるけど座れないっていうのが空席数が空いてる席、有効座席数っていうのが空いててかつ座りたいと思う席のことです。それで解決策が、お金がかからなくてなんか誰も嫌な気持ちにならなくてそれで、やろうっていうその引っ張っていく人が楽な方法で、解決していきたいなと思いました。それで、解決策はこちら側あちら側からお座りくださいっていうのをそのテーブルの端っこと端っこに紙で置いちゃってそうするとその端っこと端っこから座っていくんじゃなくて端っこから座って一つずつ開けたとしても次に真ん中に座る人がいてってなったら、席が4つ開くことなく2つずつでちゃんと、座っていけるので空席数有効座席数が多くなるんじゃないかなと考えました。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。座席が要するに座る座席がないっていう方を、着目したって話なんですけども、ちなみに先ほど言った空席数と有効座席数ってどちらもどんな感じなんですか。数字的に言うと数字実際に例えば1時間で例えばピーク時間でいくと空席が例えばゼロの時間があったのかないのか、それとも空席があるのに要するにでみんな席探してて座らない人は立って待ってる人がいるっていうのが、それが数字としてどんな感じだったのかですね。要は混んでるのに席が空いてるっていう状態は何席ぐらい空いてるっていうのが数えてみました。あんまり数えてないんですけど、その、適当にパシャって写真撮った時にその4つ空いてる席っていうのがすごい目立つのが気になったので、それを解決できるんじゃないかなと考えました。あ、なるほど。で多分先ほどの、1班目から8班目の皆さんに申し上げてるんですけども、多分これそういうのスナップショットっていうんですけどね、スナップショットであるこの瞬間瞬間の状況を記録して、それで何が問題かっていうのは、今みたいにその真ん中空いてる座席が、気づくわけじゃないですか。でもしそれに気づいたら、で今見た仮説で、要は先ほど言った隣に誰か座りたくないから、知らない人に座りたくないからそこは多分空いてるんだろうというのは、多分これ仮説なんですよね。要するに直接聞いてね、皆さんそうですそうですってなったらそうなんだけども、でそれをじゃあ確認するためにどうするかというと、多分いろんなパターンがありそうなんですよ。その6人掛けのテーブルで要するにもう4人座って、でそれが2-2で座って真ん中2つ空いてるとか、いろんなパターンあるかもしれませんけど、全部を聞いて回るのは大変なので、先ほどの班に言ったみたいに動画撮っていくと、動画撮ってそれを早回しするとパターンがこううっすらと見えていくんですね。要するにグループで来てる人たちがまたグループでやってると、その席座ると必ず真ん中に空いちゃったりとかってですね、とか分かるのと、もう一つ今言ったみたいに実際に何千席ってあるわけではないので、実際に今ピーチその他のところでも席数としてもその3桁の席数の下の方ですから、あってもその100席いくかどうかみたいなとか200席いくかとかですね、その時にテーブルの数がいくつで、で座席数がいくつで、でそれが2人掛け席、4人掛け席、6人掛け席がそれぞれいくつの時に、どれぞれ空席がどれだけ生じているのか、混んでるにもかかわらずですね、というのが出ると、すごくどれが一番問題かっていうのがはっきり多分見えてきます。で今このね、でそのベースにこちら側から座りくださいというこの紙を貼っておくみたいな形のが有効なのか、今実はすごく大切なことを一番最初に言っていて、要するに隣に知らない人と座りたくないっていう話がもしそうであるんだったら、逆に言うと完全に一人掛けと二人掛けの席をね目いっぱい増やした方がいいのかもしれないですね。で二人掛けの席増やすんだけど、4人で座りたい時と3人座る時はくっつけられて4人3人できるんだけど、2人の時にはこう分けられるとか、ここら辺って割といろんなカフェ、皆さんカフェの人たちはね結構これやっぱ悩むんですよね。とかあとファミレスとか、要するに座席数どれだけのテーブルの組み合わせした方が一番いいのかって、皆さんやっぱり各レストランの店員さんって悩まれるときにそこのパターンをずっと探してらっしゃるので、でそれ実は時間帯で変えたりもするんですよ。混んでるときとか、あと空いてるときとか、でそこら辺のところまで組み合わせると全体の解決策という意味でどれだけそれが有効かというところの深掘りができるかなと気しました。なので実際の先ほど冒頭に挙げたその有効数とその空席座席数の空席のところをポイントだというのであれば、そこのちょっと数字を追っかけていくとより説得力のある分析になるとは思います。はい、はい、ありがとうございました。
はい、では次アホーですね。でその次のチームがドグラマグラ、お願いします。準備の方。法学部の集合体アホでございます。僕たちは建物の構造を見直すインテリアレイアウトに着眼してこの問題を解決しようと思いました。で一応前提なんですけれども、僕たちは調査者であるとともに学職のユーザーなんで、主観的っていうところもだいぶ含まれてます。はい、まずインテリアの現状を、ちょっと図に表してみました。ちょっと見づらいんですけど、矢印が、こんな感じっていう人の流れです。やっぱりこうレジオから出るとドレッシングやウォーターサーバーのところに行くし、返却口のあたりもものすごい人が混むなと思います。3階も似たような感じです。3階はまだだいぶ混雑は、マシな、2階に比べたらマシな方じゃないかなと思います。でですね、改善点として挙げられるのがやはり動線で混むんですよね。机を縦向けにだとか、面の列を一つのフロアに集約するだとか、一方通行で済むようなインテリアを目指そうと思います。で、営業開始時間がずれているので、混雑解消につながるんじゃないかなと思います。ちなみに、理想像をちょっと考えてみました。机を縦にしたり、ここ2階面をあえて省きました。そうすると、理想的にはこんな、動線が描かれるのではないかなと思います。3階はあんまり変わってないですね。面を、持って上がってくるとだいたいこんな感じになるんじゃないかなと思いました。ウォーターサーバーの数とかもちょっと増やしたりしてみました。問題点結果としては、動線上の混雑は解消された。ちょっと構造的に移動できないパーツもありました。ウォーターサーバーを増やすなら多少の予算はどうしても必要です。インテリアだけでは改善しきれない問題もあります。本当はこういうことを言うのもあれなのかもしれないですけども、中間帯だけは店員さんの増員ともお願いしたいなと思っています。結局はやってみないとわからない。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動線に着目したと思うんですけども、はい、で動線をやるときですね、先ほどの方から何チームか、要するに注文してから、席に、特に注文から生産するところまでね、割と混雑しているというところは指摘が多かったんですけども、で動線をやるときですね、何が一番ポイントになるかというと、2つ問題があって、でその動線が止まっちゃうというところ。要するに誰かとぶつかっちゃって、要するにクロスしちゃってですね、動線、人と人とこうクロスしてるので流れがぶつかってしまう。よくあるケースが駅なんかでよくエスカレーターとあと改札口の関係上で、要するに完全に入ってくる人と出る人がこうぶつかっちゃうっていうところがよくあるんですけど、動線がぶつかるというところっていうのと、あと狭くて1時間あたりとか1分とか1秒あたりに通れる人の数が極端に狭い、要するに狭い場所があるというところと、2つ問題あるんですよね。で今言ってるとどっちの問題ですかね。ぶつかる問題、それとも何か一人だったら例えばウォーターサーバーでこう1個やるのに必ずなんか18秒か23秒かかって、その間後ろの人みんな待たなきゃいけないからそこにみんな滞留してるのか、それとも何かぶつかってるのか。そうですね、ぶつかる問題ですね。先ほどその現状ってところで挙げたのは、そのやっぱりこう返却口のあたりも混み合いますし、こう動線がどっちかというとそのぶつかるっていう風な問題かなと。実際こう例えば返却口からこう出た時にそのレジから出てくる人とぶつかるみたいなっていうのもありますし、こう返却口のところでも人と人がぶつかるみたいなっていう動線に着目しました。基本的にぶつかるっていう問題なんですね。ウォーターサーバーも、ウォーターサーバーはぶつかる、でも多分それだと今度は止まるっていう。なるほど、はい、逆に言うと、これから今回は
学食のその混雑の話なんですけれども、あの動線にもし着目する場合のところは、今言った2つのその動線と動線がクロスしてしまうという話の問題と、チョークポイントと言われる、要するになんか止まってしまうところ、もしそこで滞留が起きてしまうところ、みんながというところはちょっと分けてその対策は考えた方がいいです。なぜかというと、あの滞留するところというところは、あの動線の問題で解決できないんですよね。一人での例えばのレジで生産時間かかりすぎるとか、今言ったウォーターサーバーのところに必ずこう水ジャバジャバするときに瞬間に水がザーッと出てくるわけじゃないので、必ず待ってしまうときに違うちょっと工夫がいるので、例えばよくあのウォーターサーバーのところで、そこよくあの学食とか他の食堂でよく工夫されているのは、必ずウォーターサーバーの横に違う処理ができると思ってるんですよ。あのお箸取らせたりとか、そのドレッシングのところ並べたりとか、だから水が今汲めないときは、じゃあ俺代わりにちょっとドレッシング取っとこうとかですね、他のこっちのナプキン取っとこうって言って、あの違う時間でそこを分散させて、そこをチョークポイントにならないようにしているっていうケースもあるし、あと本当に単純に数増やすという形で、あのこれあのもし皆さん恐怖があれば、マルコフの待ち行列の話なので、ちょっと勉強すると面白いと思いますけども、という形の解決方法もあります。なのでもし動線の方をもしやるときには、その2つの方でそれぞれどっち形の問題が起きているのかって話を追求してみると面白そうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次はドグラマグラさんですね。その次の発表は、黄昏時です。大気の方お願いします。こんにちは。私たちは、スペース確保と無駄の削減というテーマで、話をさせていただきます。私たちは LINE の方、 LINE の方を使って、アンケートを取らせていただいたんですが、その結果として、多く寄せられたのが、一言橋で、一人で座ってらっしゃるお客さんが、一言橋で座ってるお客さんが、一言橋で座ることが、あって、その間に入りにくいっていう状態だったりとか、2人で対角に4人席を使ってしまっていて、その逆に、座るっていうのがちょっとしづらいっていう意見があったりとか、またあのトイレ行っとるのか、ただ単に隣の人が荷物置いてるだけなのか分からへんっていう、そういう場所取りと思わしき行為が結構多くあるっていうふうに、寄せられました。そこで、私たちは問題の本質はとりあえず話し合った結果、着席後学生がどういうふうにどこの席に座ったらいいかっていう、その意思決定の仕方にあるんじゃないかっていうふうに考えて、ある程度 あえて行動をある程度制限するってことも大事になるんじゃないかと思いました。そのために、ちょっと3つほど策を取りました。1つ目、スペース確保のためにまず一人食事用のスペースを設ける。これは、とりあえず机が動かすとかではなくて、ここは一人食事用ですよっていうの張り紙をしたりとか、そういうので、食事のスペースを設けて、そこに優先的に座ってもらえるようにするというふうに、しました。2つ目、そのスペース確保というので2つ目、椅子のストックをある程度置いておく。これは、まあ、多分大学やから丸椅子とかがある程度あると思ったので、そこに動線を配慮して、臨時で席が足りない時とかは、置いてそこに座ってもらってっていう風にすると、ある程度、まあ席の混雑の緩和はできるんじゃないかと思いました。最後、これの2つを、円滑に実行するために、制限する方法として、アルバイトの方に、席を指示してもらう、要するにお客様、こちらにお座りくださいという風に、ある程度バイトの方が席を把握して、ここに座ってもらおうとか、そういうのを指示すれば、一人で開けて席を座ったりとかすることもないと思うし、対角で座ったりとかそういうこともなくなると思うので、より詰めて、それこそ有効な席の捻出ができるのではないかというふうに思いました。このもんが結論として、スペース確保のために無駄な空席を減らすこと、そのためにはある程度、行動を制限するということも大事になるのではないかと思いました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。あの座席の問題だという方に着目してやられたんですけど、あの、まあ、先ほども皆さんからあるように、はい、要するに席が空いてるのに座れないって話のところ の、 その無駄な座席をなくす話なんですけど、同じ質問を繰り返して申し訳ないんですが、
席数えてみました。数えてません申し訳ないです。さっきのね、この実はこの質問にこだわっている理由というのがですね、もうちょっと皆さん耳たこになってしまっていると思いますけども、皆さん直感的に今問題だと思った時っていうのは感覚でやってしまっているので、本当にそうなのかっていうのは2つの要素がですね、実際数数えて今全体のキャパが例えば132席ある時に今空席が実は26席あって、それがまあ26席っていうのは単純な数字なんですけど、パターンとしてどれだけ散ってるのか、要するに6人満席の席があるのにかかわらずそこは実は2席空席でっていうのは、こういった形の空席率はどのぐらいかっていうのはレシオも含めて出すと本当の問題が割と分かりやすいので、そこをちょっとやってみるといいという話と、で、あともう一つはですね、ちょっと、今回の話の本質じゃないんですけど、丸席というか丸椅子用意してこう臨時にね、こう増やせるっていう話はナイスアイディアと言いたいところなんですけど、実はあれなんでやってないかというとですね、おそらく想像ですけど要確認ですが、一応皆さんこれ工学部の皆さん多分建築関係は習うと思いますけど、建物って一応この空間上にいられる人間の着席数って決まってるんですよ。実はそれ消火法の関係で、この間ね、京都で事故ありましたけども、消防法の関係でいろんなそこの実はドアの大きさ、階段の幅とかですね、全部あれキャパシティ的に計算方法はですね、あれ全部消火基準の方で実は数決まっているので、ある一定空間容積の中にですね、着席性いい数っていうのは一応実はなので、皆さん映画館って本来だから立ち席今ないでしょ、基本的に皆さん全員着席になってますけども、ああいう形の制限があるので多分それでちょっと制約があるのかもしれません。なのであとバイト、はい、の形にガイドさせるって話は、はい、とりあえず今ピーチの方、ピーチで雇用されている働いていらっしゃるバイトの方に、それを空いていらっしゃる方とかいればシフトに入ってもらって、それをでやってもらったらいいのかなと思いました。僕はというか、指示出してみんな座りそう、あちらに座ってくださいっていうので、ちゃんと明確にあそこに座って、左か何番目の席に座ってくださいとか、はい、そういうことをちゃんと言えば、止まることはないかなと思いました。なるほど、はい、はい、分かりました。でそれ以上求めよう、バイトの方にそれ以上求めようかなとも思ったんですが、それはなんか時給に見合わなくなりそうだったので、うん、とりあえずそれだけに絞って、提案させていただきましたそうですね、多分今やるアイデアの話を実際にやるとすれば、多分逆に言うとやり方の工夫としてはですね、実際にピーチを使っているとか各その学食に来る皆さん の6人グループなのか5人グループなのか4人グループなのか、全体列車を見た形で今の座席 のテーブルの先ほど言った1人用と2人用 の分けるという話ありましたよね。あれのまず1回やってみて、でそれでも埋まらない空席が無駄席が増えるという話に次のステップとしてガイドという話がいいのかもしれませんね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、次が黄昏時ですね。その次のチームは天気の子です。スタンバイお願いします。はい、僕たちはまず現在岡山大学の食堂が抱える問題点は何かっていうのを、確かめるためにアンケートを行ってみました。食堂の問題点は何だと思いますかと、食堂の利用者さんにアンケートをしたところ、多くの方がよく混んでいるイメージだと答えました。で、このよく混んでいるイメージっていうのを班に持ち帰って話し合ってみると、やっぱりこう食堂の拡張工事を始めようってなったんですけど、そんなお金はないというのが、授業でもいっぱい言われていたので、違う方面から考えていこうということになりました。そもそも混雑しているイメージという回答が出たんですが、本当に混雑しているのだろうかというのを、時間帯そして場所、この2点で、改めて考え直してみることにしました。まずこちら、時間帯に着目して調べたものです。これは7月8日月曜日に実際に11時から14時まで、マスカットユニオンの2階にいて、目測でだいたい何パーセントぐらい席が埋まっているのかなっていうのを示したものです。で、この11時からは、昼時の混雑を避けるためにちょっと早めに来ているのかなと。でその混雑回避組の撤退が11時半から始まり、で12時から13時半まで満席なんですね。満席で
で、ここに着目してほしいんですけど、ピーク時を過ぎると10分足らずで大幅に減少していることが分かります。で、次はこちら場所なんですけど、この赤丸で示したところ、あ、ピーチニオンです。3階は結構空席が目立つんですね。で、2階は、埋まっています。で、ちょっとまとめてみると、ピーク時を避ければ意外と座れることが分かります。そして階が変われば意外と空席も目立つと。で、考察です。時間帯によって食堂が混んでいる場合ももちろんあるんですけど、時間帯や階層を変えることで無駄な混雑を緩和することができるのではないでしょうか。ということで2つの提案をします。まず1つ目、岡大生の意識改革です。で、本当に今この時間に食べないといけないご飯なのか、その長居は無用ではありませんか、こういうところをポスターなどで掲示していきます。そして2つ目、看板やアプリなどで空席情報を掲示するです。左はリアルタイムで、ももチャリというもののアプリなんですけど、リアルタイムで、ももチャリの使用状況が分かります。で、右は、はい、分かります、行けるのか行けないのか階層によって。はい、以上です。はい、ちょっとね、プレゼンのは2分間約50% 以上オーバーしているので、はい、途中切りましたけれども、はい、上の前半のところの分析のところは、ね、とてもいい、時間帯ごとによってどれだけ満席率かという話、ここで、で、ちなみに、ここすごくいいポイントなんですよ。で、問題はね、この時に、ここにない情報が重要で、ない重要というのは、例えば 100% になってますよね。100% の時に、じゃあ、どんだけオーバーフローしてたのかという話も問題ですよね。100% の時は、十数名が席の周りをうろついて空いてる席ないかなっていうふうに回っているって感じでしたね。で、その時にその人たちが席に座るまでにかかる時間と、で、あとそれぞれ11時からこの2時までの時間で、皆さんいわゆる滞在時間と言われる、だいたい1人当たり何分ぐらい皆さんいるのかというところ、ここをね見ていくと、一番最初に拡張すればいいじゃないかって話あったじゃないですか。あれ本当に拡張したらいいのかどうかって時に、ね、そこから見ていくんですよ。なので、どうしても必ず皆さん、平均滞在時間がどう頑張ってもその30分以上かかっちゃうというところで、なおかつ待ち時間、先ほど言った皆さんがこの 100% の時に、席に着くまでに要する時間がもう15分以上の待ちが発生するみたいなね、それがずっと曜日にかかわらずってなるのと、もう完全にそれキャパオーバーなんですよね、間違いなく。なので、そうすると明らかに時間なんか改善をしてか、席数を改善してあげないと、もう根本的に多分改善図れないって話なんですが、多分今この次の方の 2,3,4 のペースでいって、よし、次で、あ、そうそう、あ、1個前ね。で、この、あ、いや、この本当にこの時間食べなきゃいけないですかと意識改革でというところは、多分ね、それを裏側に行くと、もう一つは今言った1人当たりの実は滞在時間にものすごく幅があるとね、5分で食べ終わる人もいれば、なんかずっと40分50分いるっていう人がいれば、どっちがいい、結局どの時間帯にそういう人たちがいるかっていう、さらに細かいところまで突っ込んでいくと、どの部分が要するに問題か、要するに無駄な時間って言い方は言い過ぎなんだけども、食べた後の時間でその席に長居してしまって席を埋まってしまっているのか、本当は逆に言うと席の中で食べてる時間でほぼほぼも食べたらすぐ立ってるのに席足りないのかで問いかけ方が違うので、多分そこを細かく分けていくと、メッセージとしてどういう意識改革かという話はもっとピンポイントで皆さんに対して主張できるのかなと思います。で、2つ目なので、ね、皆さんアプリで座席この情報という話があるんですけど、多分ねここまでいくと凝ったことをやってるレストランとかもありますけども、もっとシンプルな方法は多分ですよ、今の2階3階の情報を多分今もカメラが安くなっているので、カメラを映して、その前に1階かどうかで映すだけでもいいかもしれないですね。極端なし。そうすると、ああ、今2階混んでるとか、3階空いてるとかって、多分皆さん今入らないとわからないと思うんですよ。今の状況でいくと。それよりも、もう1階の段階で、ああ、今3階空いてるっていうところが、単に分かればいいっていう、もっとすごいシンプルな形でやっていいのかもしれません。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では次、天気の子で、その次が、パンダですね。はい、はい、これから天気の子の発表を始めます。私たちの提案は、混雑解消お弁当大作戦です。
私たち大きく2つのインタビューをしました。1つが学生向け、もう1つが生協の職員の方にインタビューをして、学生にインタビューしてみるとこんな不満がありました。でこれらを分類分けすると、シーン別にすると圧倒的に注文時から会計するまでの間が多いんですね。でこの不満を一言で表すと待つ。でこの待ち時間がとにかく不満だっていうことが分かりました。でこの待ち時間を解消するために大きく4つのアプローチがあるかなと思って、1つ目がキャパを大きくするとか、2つ目が利用者数を調整する、3つ目が回転率を上げる、そして4つ目が山下さんもさっき言ってたみたいにディズニーランドみたいにこう待つという感覚をごまかす。ただ実現可能性っていうのを考えると、利用者数を調整するっていうのが、まあ、僕らにできることかなと思って考えました。で実際どんな利用者がいるのか、生協の専務の方にインタビューに行ってみました。するとインタビューで分かったことが、一般利用者とミールカードユーザーが半々っていうことが分かりました。でこれで意外とミーラー少ないなっていうふうに思ったんですね。でこのなんで一般利用者が学食にこんなに多いのか、もっと調べてみると、お昼時に学食に行かざるを得ないというのも、他の学食以外の選択肢がコモモショップ、セブンイレブンで学裏にある飲食店あんまりないんですね。ということで、もしかしたら他の選択肢があれば、まあ、学食に行く人が減って混雑を軽減できるのではないかというふうな仮説を立てました。そこで今回提案する新しい選択肢が、まあ、みんなでお弁当を持参しようよということです。でここに今いる受講生が70人から80人ぐらいいるんですね。ここにいるみんながお弁当を持参すると、ピーチのワンフロア分ぐらいの人が空くことになります。ということで、まあ、早速皆さん明日からお弁当を持参しませんかということで発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、日本ドンピシャ、ありがとうございました。いくつか質問ですけども、おそらく先ほどの生協の方にお聞きになって、でミールカードを使っている方が意外と少なかったの 50% なんですけど、はい、多分ねここはマクロ的な数字でおそらく掴んでいらっしゃる、全体利用者、月のとか週の利用者数の中でミールカードにしたら5割という話は多分ちょっとそうだと思うんですが、はい、おそらく先ほどのね問題の待つというところの問題は、うん、多分ここをねそのままつなげるのはちょっと危険性があってですね。そうですね。多分ここにもう一個必要なのは、時間ごとにどれだけ集中してるのかっていうところが多分。先ほどのね皆さんの話聞いてると、おそらくお昼休みで一番待つのが発生してる、はいはい、でひょっとしたらそれ時間の時間帯は全然そんな待ちは出てないと、うん、そうですね、した時だったらお昼の時間帯のこの。そうです。これも聞いてみたんですよ。そしたらお昼の時間ほどミールカードユーザーは少ないそうで、なぜかというとミールカードを使ってる人は夜の時間帯とか夕方の時間帯とか、とにかく学食に行かざるを得ないんですね。だから学食に行くためのミールカードなので、この時間じゃない時間に行くことも可能なんですけど、そうじゃない人たちは、まあ、この時間にその授業もあるしということで、まあ、学食が一番近いということで、まあ、多い。だからお昼の時間で見るとミールカードユーザーは 50% よりもっと下回るっていうふうにデータで分かりました。そうなると、学外利用とか一般利用の方々が多いってことですよね。っていうことになります。という方々にお弁当、はいそのお弁当を、岡大生でお弁当を持ってきてる人、職員の方もそうですけど、はい、どれがいるのかっていうのは調べられてないんですけど、ちょっとそこは調べてみたいなと思いました。ああ、なるほど、なるほど。で、そうなると、はい、一般利用の方々にお弁当を持ってこいっていう話ではなくて、学生の皆さんの方にできるだけお昼は避けてねと。一般利用はもうそのミールカードユーザー以外の学生も含まれてます。ですよね。はい。というのと、ごめんなさいね、そのお弁当とミールカードの話ってこうなんかつながるの、結果的に。その最初の仮説を立てた時に、はい、利用者数を調整する時に、はい、ミールカードユーザーが多いから、ミーラーのなんかこう、はいはい、ミールカードを使う他の選択肢があればなとかいうふうに最初は考えてたんですけど、はい、その仮説が違ったっていうことです。違ったって話ですね。なのでそのミールカードを使うユーザーさんと、まあ、使わない人、一般利用者と、はい、っていうのはもう関係がないといけないんだけど、 あまりそこに対して大きな変化はありませんっていう、はい、ああ分かりました、分かりました。でじゃ全員に対してお弁当、そうですね、お弁当どうですかっていう提案ですせっかくこうやって、はい、チームワークとかもして、はい、新しいつながりができたと思うんですね、ええ、でそのこういったメンバーと、まあ、授業で学食の課題考えたし、でなんか誰かに何かやってもらうよりもまず自分たちが明日からできることお弁当じゃないかなと思って
こういう提案をしました。なるほど。お弁当も作ってくる、まあ、買ってくる、あ、まあ、それは問わないんですけど、問わないですね、はい、あ、なるほどね。混雑を解消するっていうところで、まあ、持参してこようっていうことですね。あ、わかりました。実際にこれは呼びかけでやる、早速、ね、皆さん明日からどうかなと思ってはい、あの、という提案です。着想点が非常にユニークで、あの、はい、すごく個性的でした。はい、はい、ありがとうございました。はい、次がパンダです。その次のチームはチョコレートになります。パンダチームです。私たちはお客様をシンプルに誘導したいというテーマで、ピーチの2階について中に入ってからお会計までの混雑に注目しました。課題は効率の悪い動き、解決策はお客さんの動きを統一することです。では実際現状の課題を見ていきます。まず、現状、料理の、あ、すいません、まず学食のメニューは種類が豊富なので、人はそれぞれ好きなように、メニュー選べるんですけど、でも実際見るとデザート、セルフバーとこう左右に分かれていて、しかも小皿も点在している。そして個別の列以外は自由に動けるので動線は絡まって、複雑化します。そしてぶつかったり混雑やメニューが決まっていないことで行き先にためらうなどして止まるという無駄な時間が生まれます。はい、次に、あ、右側の個別の列を見てみると、一旦並べば料理が出てくるまで長い短いに関わらず、ただ待つっていう時間が生じます。これは無駄な時間だと思います。このように複雑な動線が無駄な時間を見、混雑の一因になっていると分析しました。私たちはうどんチェーンの丸亀製麺を参考にしようと考え、お客さんが一列に並んでいるっていうことと、注文してから会計するまでの間、注文してから会計するまでの間の時間が待ち時間、ただの待ち時間になっているっていうところを有効活動、活用しようっていう、この2点に注目して考えました。スライドのようなレイアウトを紹介します。まず大前提として、キャパシティを超えた人数が学食に入ることを防ぐために、みんなが一列に並びます。入り口を入ってから一番最初にすることがまず注文です。そして料理が完成する間に小皿と他のメインディッシュをお皿に、お盆に載せていきます。また調理してくださる方々のためにも、丼メニューと麺類のメニューを流れ作業で行えるように2列に分けました。そして受け取り台の上から完成した料理を取って、サラダバーとデザートに進む人は奥のレジへ、進まない人は手前のレジでお会計します。ドレッシングは必要、需要性がそんなにない人もいるので最後に設けました。その結果、その結果、人の動きを簡略化することができ、左が現在の動線、右が制作実行後の動線の様子です。右の方がすっきりとした混雑、衝突のない動線を作り出すことができます。以上で終わります。はい、ありがとうございます。こちらはあれですね、注文のところの先ほどの動線の問題について取り組んだって話ですね。はい、実際に丸亀製麺を例に挙げている通り、実際のこういった例のところっていうのは、直感的に分かるところっていう話と、あと線がクロスしないって話って、先ほどその一列でやるっていうのが、はい、いいところだと思います。で、おそらく多分ね、こう今なってない理由っていうのが、先ほどの今の現状の、この現状の もう一個前のページかな、ごめんね、もう一個前です。あ、もう一個前、現状、もう一個前、これ、これ、これ。で、多分、今こうなってるところっていうのは、多分おそらく今の厨房の構造上、こうなっちゃってるのかなってところもあると思うんですね。で、おそらくそれは多分厨房サイドの皆さんの今の重機類の配置でどうしても動かせないところがあれば、ちょっとそこは制約条件になってしまうと思いますけども、ただ今の提案してる内容を参考にして、この列が要するに、あそこでクロスしないってところ。で、あと問題は、さっき言った待ち時間の話ですね。のところが工夫できれば、はい、いいところと思いますので、これ実際に分析の方法としてはすごくよくて、実際にここの今服装しているところ、先ほどの班の方でもご説明というか
私の方からコメントしましたけど、動画で撮ってみるとここはよりはっきり分かって、で多分この中でも優先的にどこが一番ぶつかっているのかというところは多分動画にするとはっきりで、動画はね、普通のスピードで見るとうんってなっちゃうので、思いっきり早回しすると大体分かってくるので、そこを一回やってみるとよりクリアになるかもしれません。はい、よくまとまっていると思います。ありがとうございました。はい、では次チョコレートですね。で次最後が経済特区になります。それでは私たちの班のプレゼンを始めたいと思います。まず現状から考えてみますと、昼食時の混雑がとにかく激しいということで、私たちが特に注目したのは座席が足りないという点においてです。次分析をしてみました。そもそもなぜこのような混雑が発生するのかを考えてみると、よくあるケースとしては左側を見てくださったら分かるんですけど、こう皆さんがこういうふうにきれいに座ってくださったらもう全ては解決なんですけど、その大体皆さん右のようにグループごとに座るので、グループ間の間の一席が空いてしまうんです。そうなると、まあなんでその間に座らないかっていうと、まあ知らない人と向き合って食べるのは気まずいとか、そういう考え、まあそれ仕方ないんですけど、でそのこのグループ単位で座れる席を確保するためには、まず個人が使用しやすい席を設置することが必要だと考えましたので、解決策として、一人で食べれる立食スペースの設置を提案します。このメリットとして、一つ目、必要なスペースが少ないということで、こちらの画像を見ていただいたら分かるんですけど、あそこのちっちゃいスペースでももうすでに3人が食べれる とこの限られたスペースでもその3人というかなり大きな人数の方が食べれるというメリットがあります。次に、コストの削減、椅子が必要ありません。机だけでいいです。カウンターのテーブルの方が食堂のテーブルより低価格ということで、価格を持ってきてみました。こちらです。食堂用6人テーブル、学食にあるもの、こちら10万円ぐらいします。隣の立食用のあれシンプルですけど3万円ぐらいです。でこちら見取り図を書いてみました。でピーチニオン、あの赤丸をしているところが、立食スペースが作れそうなところということで、4箇所で、あちらを4つ置いたとして、価格が13万円ほどで、12人が座れるということで考えると、こちら側だと20万円ほどするので7万円も安いと、素晴らしいということで、このような立食スペースを確保して、あなたに合った快適な学食ライフをお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。先ほども立食のスペースを設けた方がいいんじゃないかという提案があったんですけど、まあ、こちら座席の問題の方ですよね。で、今の分析内容で特に座席の無駄が生じているというところ で特にその個人で来ている人、一人で来ている人に対して、まあ、そこで、どこでもその気軽に座れる場所として、まあ、立食スペースという提案は一見 OK っぽく見えるんですけど、もともとこのデザインシンキングでですね、考えてるところって、利用者の気持ちに共感するという意味でいくと、まあ、一人で来た人が食べやすい環境っていうところまではいいんですよ。問題は、みんなが座ってるところで、なんで俺だけ立って座らなきゃ食べなきゃいけないんだろうっていうときに、どう思うかって話なんですよね。多分ね、メンタル的なバリアがあるはずなんです、きっと。要するにみんながこうワイワイガヤガヤってね、楽しそう食べてるときに、人だけこう立たされてこう食べてるって形があるので、多分皆さんお気づきだと思うんですけど、外のお店の立食の立ち食いそば屋さんのうどん屋さんって、基本的に言ったらテーブル置いてないんですね、ほとんど。で、逆に言って吉野に行くと皆さんお気づきだと思うんですけど、吉野家ってあんなに早く食べるのに皆さん座席座ってるじゃないですか。で、一人掛けのテーブルいっぱいありますよね。一人掛けでわーってカウンターありますよね。で、あれ、だから全員座ってるんですよね。だから誰かを立たせて誰か座ってるってことあんましないんですよ、普通。なぜかっていうと、なんで俺だけって話になっちゃうんですね。だから最近いきなりステーキとかね、やってるところ、ステーキ屋さんとかありますけども、あそこももともと立食で始まったところが、やっぱりちょっと座って食べたいという声もあって、今、だから吉野家みたいに全部、
結構スツール席が置いてあるケースが多いんですね、割と。混んでる時に全部、逆に全部外したりするんですね。という感じなので、何を言いたいかというと、おそらくこれ次にその立食席を気持ちよく使ってもらうためのもう一工夫を考えると面白いかもしれないです。あえてクイックランチコーナーみたいなのをちゃんと作ってしまって、そこにクイックランチのところ、まあ立食もあればやるんだけど、基本的にお一人様専用エリアみたいな形にするのか、何かしら少しそこに対してのなんかメンタル的な形でそこを気持ちよく使えるという工夫がいるかもしれません。だから別に立食でなくてよくても、ここの6人席を完全に1人用に専用にしてしまって、なんか先ほどのチーム提案たみたいにこう仕切り板を置くとかよくやるんですけどね、とかよくモスバーガーの中にあるんですけど、真ん中にテーブルに逆に何かポットじゃないですけど、植物ポットとか観葉植物みたいなのを置いて、あえて境目作っちゃうという、そういうやり方もあるので、まあやり方いくつかあるとは思います。でいずれにしろ立食席を増やすか増やさないかとか、どのぐらいその席数を設けた方がいいのかというのは、先ほどの皆さんにコメントしているように、全体の利用者のお客さんの中でグループで来ている人が何人、グループが何ぐらい、どのぐらいいて、一人利用が大体どのぐらいいて、それが時間帯にどこら辺に固まってそうかという話は一回チェックする必要があるというのはちょっと覚えておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後です。経済特区さん。じゃあ、学食混雑解消案ということでプレゼンを始めていきます。経済学部の西本です。田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますまずこの画像を見ていただきたいんですけど、まあ行列、日本各地に行列あると思うんですけど、岡山大学でも見ませんか。まあ絶対見たことあると思うんですけど、ズバリピーチユニオン、ランチ時のラッシュアワー12時から1時の、ピーチユニオンの前だと思ってます。建物の外にも並んでいる。だから、今回の学食の混雑を改善しようというところで、私たちはピーチユニオンのその行列に焦点を当てました。それでなんで行列ができてるのに学食を利用するのかっていうので140人を対象にアンケートを取った結果、実に 32% の人がですね、ミールカードを使いたい、またミールカードを使っている友達がいるから学食を使っているという現状が見えてきました。つまりミールカードを消費できればいい、ミーラーの人と一緒に食べれればよいという人が3分の1もいるということです。そこで私たちはこの3分の1の人々をターゲットにして、1階のピーチショップでミールカード使用可の弁当を販売すればよいのではないかという仮説を立てました。これは、ミールカードを消費するというニーズを満たすと同時に、ミーラーがそこで弁当を買って他の場所で消費することによって、ミーラーと一緒に食べたいという人々も他の場所で食べるようになるのではないかと考えたからです。そこで先ほどの質問に加えて、ピーチショップでミールカード使用可の弁当があると利用しますかという質問をしました。結果140人のうち約 54% もの人々が弁当を利用すると回答しました。そのため私たちのこの仮説は非常に有効的であると確信しています。二つ目の施策はライン分けによる列分散です。現在皆さんも感じたことあると思うんですけど、ピーチユニオンでは2階が一番混雑していて、3、4階はピーク時でも比較的空いているという状況があると思います。しかし3、4階に行く人々も1階から続いている2階の食堂に入るための列に並ばなければならないという空気ができています。そこで私たちはテープを階段に貼ってライン分けをすることによって、2階、3階、4階の列を明確に区分することによってこの問題を解決したいと考えました。こうすることで学食に来る多数の人々を効率的に2階、3階、4階に配分できると考えています。最後にまとめです。まず、はい、弁当の設置ということで、学食のカフェテリア部分に行く絶対数を削減する。もう一つはそれでも並んでいる人たちの列移動を効率化する。この2つの政策で、混雑不満というのを解消できると思っています。以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに、一番最初混雑だって言った話
の時に混雑の定義って何にしました？混雑の定義が、はい、僕たちが注目したのが、ビーチユニオンのところに、12時から1時で、列が並んでるんですよ。学食に入るまでの時間ですね。そこの列っていうところを混雑だとか、そこを解消するっていうところで、なんとかの列とか、そのピーチショップの外まで並んでいる列にを混雑と考えました。あ、でその列ができている理由は、できている理由が、まず絶対的に人が多い、人が多いっていうのと、あとピーチユニオンって2階から4階まであるんですけど、あの今までのプレゼンでも芋けんぴさんとか言ってたんですけど、2階とかに人が集中して 3,4 階あのバラバラっていう利用するあの人数が、その2点で考えたため、その列、あのまず人数を減らすのと、その動き分散させるっていうところで、とラインとか考えてます。了解です、了解です。多分ですね、実際に今回全員16チームの皆さんの話に、共通しているお話もあるんですけれども、その、列が出ているということで、要するにその街が出てきているという話を皆さんやるんですけど、多分それは見た目の症状なんですよね。 なんで列が伸びているのかというのと、それは実は具体的に何分待っているのかというのと、あとどの曜日のどの時間帯でそれがどのぐらいの列ができているのか、列の長さね、あとね、待ってる人数の変化で、その時にその次はそれがなんでってあるじゃないですか。でこれなんでっていうのは、もうすぐに皆さん多分席が足りないからとか、なんか配膳のあれがとかですね、多分分かりやすいのでこうパッとそれを原因だと思い出したんですけど、おそらくちょっとそれ置いといて、ただただですね、現場の状況をずっと記録取っていった方がいいんですよ。で今やいくつか他の15チームの皆さんのもいくつか指摘あったように、配膳のところでのその錯綜で結果的にそれで皆さん次の人がスムーズに行けなくて列が伸びちゃってるケースもあるし、あと逆に言うと座席がなくてそこの方でなっていて、で、それが玉突きになってるのかなってなんか別としてとか、あと生産時が現金か見るかとかとか、エトセトラ、いろんな要素があるので、単純にその利用人数がそのオーバーキャパでという話とはならないことが多いんですよね。だから何を言いたいかというとですね、そこのところにパッとそのオーバーキャパでって話にしてしまうと、すぐに逆に言うと座席じゃあ増やせばいいのかとかですね、なんか違う方法をやると問題解決しないときもあるんです。今言った最後のところの動線の話も、2階3階4階でバラつきあるときに、まさしく他の8チーム言ったみたいに全部が同じメニューだったら問題ないんですよ。そうじゃなくて4階使う人が基本的に少なかったら、多分テープ引いてもですね、解決ならない可能性もあるんですよね。あ、でもその先ほど、さっきの言ったその議論っていうの、言った話っていうのが、その3、4階に行きたい人も2階の列に並ぶっていうのはすごい非効率だと思って、あ、そうだね、それはそうだ、そこが問題だと思ったんで、僕らはさっきのそこは逆にどうぞ、4階に行く人のところを例えばね、その直行できる、その私は2階3階の列に交わずに、それはありだと思います。でポイントはそれだと多分4階に行く人たちの待ち時間を減らせるということは OK で、2階3階の人たちはどうなるって話があるんですよね。というと実際に今起きている事象がどういう形かというところは、すぐに原因はこれだっていう話はちょっと横に置いといて、かもしれないという、クエスチョンマークでずっと並べてみて、いろんな形 でさらにそれになんでっていうのを3回ぐらい繰り返して掘り下げていくと、実は違う答えが見つかったりもします。であと一つ、あともう一つのコメントとして、経済特産が最後の発表なので、ちょっと皆さんに対してもって話ですけど、インタビューを皆さんされたのはすごくいいんですね。でポイントは今回の授業では一切そのやり方を教えてませんけども、実はインタビューのやり方というのは注意しなきゃいけない点があって、サンプリングで大きく答えパラついちゃうんですよ。言ってみよう、分かります？全校生徒、例えば5000人だと5000人、5000人全員に聞くと、全数調査という場合だと別なんですけど、普通は全員に聞けないので、通常聞いた人と聞いてない人が出てくるんですね。あと回答した人と回答してない人で、これに偏りが生じちゃうと出てくる答えはすごくバイアスがかかっちゃいます。なのでよく皆さんテレビとかも注意してほしいんですけど、世論調査って言ってますけども、あれって誰にそもそも聞いたのっていうサンプリングで答えは思いっきり触れるので、まずここは要注意してです。実際にランダムに選ぶっていうところが実は重要で、でその中で本当のランダムという意味は2つあって、実際にその使っている人たちがランダムだというのと、あと時間帯として人によって時間帯が違うので、利用する人がよく夜使っている人ばっかりとかね、昼ばっかり使っている人が同じ質問で学食混んでますかって時に答えが多分全然違うんですよ。いや全然とかいうのと、すっげえ混んでるというのと、でそれはそれぞれ のサンプリングした数が全体にこう完全にこう均一になっていないと、出てくる答えもちょっとばらけてしまうという話と、すごく面白いなと思ったらですね、先ほどミルカさんのところでありましたけど、横に 36% が便利って答えの方が、あっちの方が多かったですね。そっちの方を考えた方が良くないかって話もあったんですね。
あえてその 36% の横に置いといて、こっちの 32% のを選んだ理由というのは、36% 便利もあるんですけど、そのミール、36% の中には、はい、ミールカードを使ってる人もいると、1つしか選べないようにしてたんですけど、あのアンケート、はいはい、それもあったし、自分たちがミール、僕は使ってないんですけど、はい、まあ、グループでミールカードを使っている仲間がいる中で、やっぱりミールカードがあるから行く、なんていうんですかね、もったいないから行くみたいな部分も多くあるので、そこに焦点を当てた方が自分たちの、はいはい、自分たちが実際に利用しているのもあるし、考えやすいと思ったので、あと 36% 32% かな、 32% は大きい数やと思ったんで、そこに焦点を当てました。なるほど。グラフでその出た今度答えに対して、それからあの次の仮説を立ったりとかするときには、逆に言うと、そこの先ほど言ったあの36と32というのもほとんどほぼほぼ等しいんですよね。全体のレート、お互い3分の1、3分の1同士なので、であえてその時にこっちの3分の1に焦点あった時には、それの根拠がないといけないので、それがあまりちょっと主観的な要素だと、全体の結論がどん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 ね、こうバイアス化っていく可能性はちょっと覚えておいた方がいいです。いいとか悪いとか話ではないです。ただ、結果としてはそこで選択が入っちゃってるので、皆さんの。なので、明らかにこれが 95% の皆さんが、まちゃなこれですと言ってる時に、残り 5% がまあ誤差的に、ちょっと少数意見としてあるという話で、その 95% の大多数の話の問題について扱うっていうのはまだ分かるんですけど、あえてそこを選んだというのは、もうそこからもう主観が入ってくるので、ちょっとそことかは、ちょっと皆さん、頭の隅に覚えておいてください。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。以上で全16チーム、やってないっていうチームいないですよね。はい。お疲れ様でした。でですね、最終レポートの方は、ムードルの方に挙げますけれども、今回発表していた16チームで、まあ、グループ活動していただいたわけですが、それぞれ今グループごとの発表でしたので、皆さん個人個人の立場で、自分が所属したグループで自分はどのような形でそのグループ研修等、いわゆる演習の中ですね、分析ですとか、いわゆるその解決策の検討にあたって、まあ、どういう役割、どういう形の活動をしましたかというところの、まあ、報告と、合わせて今日の16チーム、自分以外のその他の15チームの発表を聞いてですね、まあ、どのような形で、そういうところもあったのかというのと、まあ、自分はちょっと違う意見があるというところ、そこは自由意見で結構です。皆さんの感想と意見というところを書いてください。皆さんでの各自グループ活動での報告内容と、で合わせて今日の発表内容についての感想、この2つが、レポートとして、一応それが最後のレポートになります。ムードルで上げておきますので、提出期限の方は来週の、金曜日じゃない、8月の5日ですね、8月の5日月曜日いっぱいまでとしますので、そちらの方で提出をしてください。中身でのレポートの、まあ、時数制限その他に関しては細かい内容はムードル上の方で上げておきます。はい。で、今回のこの授業の方で、デザイン思考に関しての演習は終了で、いよいよ来週、第7回目の方は、ゲストスピーカーという形で、穂積大陸という方を呼んでおります。まあ、彼は私の親友なんですけれども、アメリカの方で20数年間ずっと、まあ、お医者さんの免許を持っている医師ではありますが、国際医療援助というところで、新しい、まあ、アフリカとか中近東ですとか、そういったところでのさまざまな、医療援助の話と新薬の開発その他のこういったプログラムをずっとやっている、実際の専門家の方です。まあ、彼からですね、イノベーションとは一体どうして起きるのかというのと、何が一番壁なのかというのをちょっと実体験をもとにお話をしてもらうので、来週7回目、そちらの方のお話を聞いてください。はい。では今日でこれで、第7限、8限、第6回目の授業を終わりたいと思います。皆さん本当にグループ演習お疲れ様でした。ありがとうございました。